ワンピースバーニングブラッド。義兄であるフォートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルタウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。やるじゃねえか。次だ。ゴムゴムのガトリンガ。ゴムゴムのガトリンガ。
に任せろ。ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走り。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場、死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしてる。なかなかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い行くぞ。このエースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もうどんな未来受け入れる。差し伸べられた手はつかむ。俺を裁く白羽も受け入れる。もうジタバタ死に。うひょー、かたじけない。白ひげと目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。おい、いい加減に押してみる。バタ足よ、バタ足の顔忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクターベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュークマ。今はもう人と生まれた記憶すらない。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、パシフィスタ PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのは、
おい、いい加減にオッシュベル。バタ足よ。バタ足の顔忘れてみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンク最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュー・クマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦った。こんなところで。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。お前の能力じゃ俺には勝てない。くそが、やるな。バズーカ。やっ、セカンド。ここで。そうか。全部ぶっ飛ばしてやる。ジェットピストル。来れるか。この、この、このバズーカ。やるな。このガトリン、このこの